まず伊藤の立ち上がりです。1回の表ソフトバンク、ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、リチャードが高めのボールを打ってショートゴロ、ダブルプレー、立ち上がりのピンチをしのぎました。東浜が先発したホークス、1回の裏阪神はノーアウト1塁3塁として、野口高めの変化球、三遊間のレフト前タイムリーヒット、まず1点を先制。その後ミエセスの犠牲フライがあって2対0。4回の表のソフトバンク、2アウト1塁2塁、井上がサードゴロを打ち取りました。そして4回に大きな流れが来ました。阪神ノーアウトランナーなしから片山、この回の先頭バッター、センターの右に今シーズン第1号のホームラン、これで3点目。さらにワンアウト満塁として打席に高寺を迎えます。ライトに弾き返しました。このタイムリーヒットで4点目。さらに今日久しぶり復帰をした小畑、ライト線にタイムリーツーベース、ランナー2人かえって6対0。2アウト2塁3塁と場面、チャンスは続いて豊田、1、2塁間を破りました。これで8点目。さらに2アウト1塁から片山にこの回2打席目が回ってきて、なんと1イニング2打席連続のホームランが、さっきと同じところにボールが飛び込んでいきました。これでこの回8点、一気に10対0、完全にペースをつかみます。さあ柳田が今日も出場したホークスです。6回、その柳田がヒットで出塁します。で、2塁3塁となって代打渡辺、これがレフトへの犠牲フライです。柳田帰ってきます。で、阪神も終盤7回に入ってまた得点を重ねて14対1まで差を広げました。しかし8回の表ソフトバンク、ワンアウト1塁2塁で高めのボール、笹川のホームラン、これが3ランホームラン。お互いに、まあ、今日のゲームの中では反省材料もありというところですが、さらに広瀬が続きました。今度は左中間、このホームランで5点目。で、9回の表にソフトバンクが一気に何かこう流れをつかんだような、全然も取れなかった部分もあった阪神ですが、6点を返されて最後は梶谷がなんとか締めて、まあ、結果逃げ切ったという3点差のゲームで終わったという今日の一戦でした。